第328回トイック公開テスト、それぞれのパートの難易度レベルが上がってるなという印象です。こんな場面出てくるのみたいなのが登場するっていうのが、まあ、パート3、4なんですけど、どうも、始まりました。むつチャンネルです。さあ、受けてきましたトイック公開テスト、何回何回だったの、第328回ですね。7月23日午後じゃない、午前受けてまいりました。はい、その感想を言おうかなと思いますね。はい、森鉄パーカーで受けてきちゃった。こんな自分をめちゃめちゃアピールして受験したの初めてですけど、出ていく時のエレベーターで、あ、しまった、めっちゃこんな状況って言って、まあまあ冷房に弱いんでね、すごい寒い部屋で、もうやばかったですけど、本当にね、寒くてガタガタ震えてたで、もうエアコンのこの風がめちゃめちゃ当たるで、こっち半分だけめっちゃ寒いみたいな感じで大体だったんですが、まあいつもね、冬受ける方、冬じゃねえ、間違った、夏受ける方ね、本当気をつけください。この冷房にね、耐えられない方、まあ女性の方とかね、多いと思うんで、必ず上着を持っていくことをお勧めします。もうさ、寒くて、まああとエナジードリンクとか飲んじゃったんで、いつもより水分多めでいっちゃったんでね、それで寒かったからね、2回も行ってしまいました、トイレに。すげえ久しぶり、2回行ったのなんてもう10年ぶりとかだと思いますよ。寒かった。はい、そんな中どうだったのか、それぞれのパートの難易度いきましょう。最初がですね、パート1ですが、まあ同じだね。やっぱり何度も受けてる人にとっては普通ですけど、一般の受験生にとってはややなんというか難しいと思いますね。表現知らないよね。で、やっぱり今まで出てこなかったような表現も登場するようになりました。引っ掛けの選択肢に、こんなの出てくんのみたいなのがね、やっぱ今回もあったんで、やっぱレベルが上がってるなという印象です。続いてパート2は、やっぱややなんかな。はい、まあ僕にとっても普通になりましたけど、変化球ね、変化球序盤に1個出てきたな、2個目か3個目かにもう出てきて、あ、変化球もう出てきたって思って、でもやっぱ真ん中あたりが変化球がすごく少なかったんで、あー、これやっぱ最後変化球のオンパレード来るんだろうなと思ったら、案の定やっぱり最後の列、最後のまあ2列ですか、10問と1問ね、あそこがもうババババババッと来て、あー、来たよ変化球って思って、まあ一応対応全部できたんですけど、やっぱ変化球に慣れていない、直接的な回答じゃないもの、慣れてない人にとってはきつい。で、次パート3、ややなんかな。やっぱり場面だよね。こんな場面出てくるのみたいなのが登場するっていうのが、まあパート3、4なんですけど、今回もいやー、そんな場面出るって思った。ただパート3面白かったのが、グラフィック全部地図でしたね。全ていわゆる地図とか見取り図だったのは初めてですね。みたいな、全部場所答えるやつだって思って、それちょっと面白かったですね。難易度はそこまでだったけど、難しいと思わなかったですけど、グラフィックはね。はい、で、パート4がより一層、こんな場面出るのでしたね。みたいな、3問ぐらいあったもんね、普通じゃないのが、普通じゃないというか今まで出てないようなのが。で、これがさ、いやだから10年前とかの人が受けたらもう全然みたいになると思いますよ。それぐらいやっぱレベルが上がってるし、やっぱ現代化してるし、表現もやっぱね、デジタル、めちゃめちゃデジタルなの出てたじゃないですか。今の時代の表現ね、出てましたよね。わざわざ説明してましたけど、日本でも定着してる単語ですよ。はい、いやー、こんなんでんだなと思って、これはきつかったです、確かに。で、まあ一つ言える、リフレッシュメント大好きすぎ。何回出てきたよ。パート4に3回ぐらいあったよね。選択肢に3つぐらいいたよね。で、パート7にもいたし、リフレッシュメントどんだけ好きなのよ、軽食。続いてパート5もむずい。いやいや、なんとしておきますけど、何の人もいると思いますね。やっぱ構造が難しいよ。文構造。悩むよ。あれは。結構考えなきゃいけないようなのもありましたね。で、前にただ一回リサイクルだったね。すごい難しいやつ。あ、また出たと思って。まあこれはメンバーシップのレベル2だったりとかね。はい、ありますから、そちら見ていただいていたら答えられたかもしれないですね。過去のものね。まあ、あとは、反省会ライブありますので、反省会ライブでね、ちゃんと復習していたというか、反省会ライブでも去年の時にも聞いてて、ちゃんと復習してた人とかは、これかと思ってね、引っかかんなかったかもしれないですね。構造がむずいね。メモっとこう。続いてパート6ですね。パート6もややなんとしておきますね。やっぱ文章入力、まあ最初のセットね。最初のセットが難かった。その語形も難かったし、文挿入が、いや、これかなっつってすごい悩んだ。
こっちかなみたいなで悩みましたね。まあ見直しした時にやっぱこっちだろうなって変えたんですけど、苦戦したわ。でそれ以外が優しめだったんでやや難としてきます。何が難しくなかったかっていうと、文脈依存の語彙問題とかが優しめでした。なんで文法でその空章のある文だけで解けるもの、他の文との照らし合わせで解くものっていうのもパッパッパッと解けた感じなんで、最初のセットにえらい時間かかって、それ以外がまあ優しくスッと進んだって感じですね。それが今回のやつですね。だから難易度の差が激しいなって思ったのがパート6。パート7に関しては、まあ、これもややなんかな。まあ、今回ね、時計があったつもね、細かく見えないんですよ。僕が座ってる位置だと、時計に、非常口のマーク、走ってる、このあるじゃないですか、緑色の。あれが反射してて、下しか見えない。下のちょっとしか見えない。上全然見えないんで、下の後はわかんないんですよ、もう何分残ってるのかは。っていう状態でしたけど、まあ、ただトイレ行くとき見えたんで、ああ、まだまだ時間あるなっていう感じでした。だからまあ、見直す時間は十分にありました。いやーでもまあうってなる問題はいくつかあったな。やっぱり引っ掛けが巧妙だったな。いや巧妙、引っ掛けは巧妙だよ。苦戦はしました。はい、まあだからなんていうかね、難しい単語もやっぱちょこちょこ出てる、まあ、答えには関係なかったけど、あこんな単語まで出てくんだなみたいなのはいくつかありましたね。であとはノット問題、前回とか前々回1個もなかった気がするんですけど2問あったな。ノットの問題は久しぶりっていう感じがなんかしたな。であと照らし合わせもね、あ初めてのパターン見たのあったわ。いやこれ難問になるだろうなっていう設問と選択肢見て、これ難問になるだろうと言ったら難問でしたね。やっぱりあの問題は僕が分かんないです。もしかしたら前にリサイクルでね解いたことある人がいるかもしれないけど、初めて見たパターンですね。まあこれは多分ライブで言うかと思うんですけど、こんなパターンの正解は一回も見たことないわっていうのがあったんで、まあもしかしたら出会ってたのかもしれないですけど、ちょっとビビったね。こんなパターンも出るんだっていうのがあったんで、まあなんか難しかったといえば難しかったですね。やっぱただまあ時間は待ってたんで結構、だからぼーっと考えちゃうのもあったけど、いけたなって感じかな。納得がいかないのが最後のセット、短記事ってやつだったんだけど、短い記事ってやつだったんだけど、記事で1個しか答え出さないのかよみたいなね。なんでこんな長いやつで1問だけで、こっちの短いので全部バババババって答えてんだよって言ってちょっとびっくりした。はい、最後のセットだったと思ったんですけど、それはえって思いましたね。はい、という感じで受けた方はどうでしたか、ぜひともコメント欄でですねどうだったかお知らせください。いや難かったでしょう、辛いと思う。やっぱトイック受け慣れてないとね厄介だと思います。まあ反省会ライブぜひ見ていただきまして、あとはメンバーシップだったりとか、あとそうですね、どうして難しくなったのかっていう動画も出しましたんでね、トイックのそちらも参考にしてもらえればいいんじゃないかなと思います。いや難かった。あとイギリス人女性違う人1回だけ出てきたな、パート4で。確かそうだよねっていうのも気づいたな。あとはベーシスね、返金キャンペーンやっておりますので、トイック800点、3ヶ月の指導でクリアしたら全額返金って言ってたからね、全額ビビったけど、で6ヶ月でクリアしたら半額になるそうですので、はい、そちらもぜひ概要欄貼ってありますので見てみてください。はい、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 はい、そこのあなた、ここで離脱しない、今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森哲英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちら TOEIC 800点英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に、皆さんからの個別メッセージには僕や森哲先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。